この間ね、そうなんですよね、話めちゃくちゃ変わるんですけど、見てください、これ皆さん、これ何に見えますか？これね、ふざけたやついたんですよ。タブケーン、こうやってやって、おうってやったら、え、クリームパンっていうやついたんですよ。これクリームパン、バカにしすぎでしょ。これクリームパンですよ。これやばいでしょ。クリームパンは頭狂ってるよ、絶対。これだよ、ね、手だから、手クリームパンなわけないでしょ、ね。まあ、これはちょっと話ずれましたけど、ね、このね、ね、あ、クリームパン登場みたいななってますけど、ね、このバックフォア、バックフォア、バックフォア、ね、だからこのグリップがこう正面ありますね、正面にあって、こうなって、見えねえな、これわかんねえ、面倒がいいかな、こうなって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 、で絶対こういう状態になるので、であとやめてほしいのが真ん中にラケットを置くことですね。こうすると、ね、この状態にすると確かにフォアバック、こっからバックフォアバック、簡単に言うとこれだと半周してる状態なんですね。ですね、これだと半周してる状態なんですけども、例えばですけど、ここじゃちょっと話の深い話しますけど、これがフォアだとします。フォア側ね、フォア側ね、ここからバックに行くのは確かに半周かかります。ですね、ですね。で、このやり方、このやり方、面をこういう風にしてね、このやり方をしてフォアバックフォアバック、ね、簡単に言うと、はさっきのが半周だとして、一周が400メートルだとしますね。400メートル、皆さんよくトラックでわかると思うんですけど、これ、この僕の理論からすると、ここからフォア、ここからバック、こういう意識でやるとだいたい距離は200メートルかかりますね、半周なので。これ皆さん意味上がるかな。で、こうするとね、こっちは100、こっちは100、半周のさらに半周なんで、だからそうです、合ってますね。ここからだと100メートル、この意味わかりましたね。この意味わかんなかったらコメント欄に書いておいてください。で、これ、僕はこの考え方は違うと思ってる。いや、両方とも最短でいけてるじゃん。両方とも最短でいけてるじゃん。っていう風な考え方を持つ人が結構多いんで、大体みんなね、こういう風にするんですけど、こういう風にね、目をこういう風にしてからこっち、こういう風にしてからこっちってするんですけど、これは俺のバドミントンの考え方からするとちょっと違くてですね、今出てきたのが100メートル、この4分の1ですね、4分の1の100メートルと半周の200メートルですね。で、これ、考えてほしいのがですね、バドミントンっていうのは瞬間的に来るスポーツなので、こういう動作ね。こういう動作。俺はこういう動作があるだけですごく無駄だと思うんですね。でも、今言ったようにバックハンドとフォアハンドっていうのがあるので、必ずしも絶対的にこう、変えないといけない部分は出てくるんですよね。言ったら、ラケットの面が走らないといけないところが出てくるわけです。200メートルなのか100メートルなのか。わからないけどね。ね、そういうのが出てくると思うんですが、今、皆さん一つ、多分、この話の流れで、あんまり多分気づいてないと思うんですが、じゃあ、僕のタゴ権利上です。タゴ権利上、ここから、ただこれフォアで構えてます。ね。フォアで構えてます。ここからバックにするためには200メートル。半周。まあ、簡単に言うとね、この4x の向きですね。ね。4x の向き、逆でしょ。一周は、これが一周。これが400メートルですね。これが400メートル。わかるかな？ね。これが400。でも、今さっき言ったように、フォアからバックに持ち帰るためには200メートルになってるんです。でも、なんでこれが200メートルになるかっていうと、皆さん考えてほしいのが、フォアで構えてますね。もしこの球がフォアに来た場合、走らなくていいです。ラケットの面が走らなくていい。走らなくていいということは、さっき言ったこの理論ですね。この、僕よくやるんですけど、こう、シャトルがこっちで、ラケットの面がこうか。走ってるとこういう動作になりますね。だから走ってる距離っていうのが長かろうが、短かろうが、これは動いてたら絶対そうなるわけです。わかりますね？言ってる意味。動いてることによって、このスピードが、ああだこうだあんま関係ないです。このラケットのスピードっていうのはあんまり関係ないです。動いてる時点で、こうなります。わかりますね？何が言いたいかっていうと、